ワンブロックもないだろう。この意味が分かるな。ついに絶好のチャンスが巡ってきたんだ。撤収なんて考えるな。このチャンスを生かすんだ。墜落現場からサンプルを回収してここに持ち帰るんだ。これが当初を撃退するだけでなく奴らの侵略を阻止できる唯一の方法かもしれないぞ。ただ残された時間はわずかだ。ロックハウスがすぐに墜落現場にセルを送り込んでくるだろう。プロフェット注意しろよ。墜落現場へ向かいグールドのためにセル細胞を入手せよ。
死体とかそういうものまで。聞こえるか、プロフェット。中に入って残骸を調べろ。乗員の死体や遺伝物質を採取するんだ。通用性ボタンを通過します。クリア。どうだ、オーバーサイト、こちらプルール、今すぐ回収してくれ。命令は分かってるな、プルール。周辺を制圧してナノスを回収しろ。航空支援が向かってる。踏ん張れよ。着いたな。外郭をスキャンしろ。強くて向かうに移動します。生体物質を分析せよ。なんてことだ。それは人体組織だ。人だよ。溶けちまったんだ。エイリアンの体組織がないんじゃ無駄足だったな。とにかくそこを離れろ。
中。エイリアンの死体からナノカタリストを集めればナノスーツをアップグレードできる。ナノスーツカスタマイズ。使用可能なモジュールは交換可能だが、スロットにつきモジュールは一つしか使用できない。またアンロックしたモジュールは使用停止を選ぶことができる。よし、先に進め、プロフェット。ルーズベルト道路に向かえ。ルーズベルト道路を通ってブーズの研究所へ向かえ。
エイリアン細胞を処理中。バイオコードを吸収中。吸収完了。真相プロトコルを拡大中。お待ちください。プロフェット、何をやったのか知らんが、スーツの信号がめちゃくちゃだぞ。とんでもない数値だ。研究所のシステム全体に使われているインターフェースプロトコルを入手したよ。ハーグリーブの名前があちこちに記載されたバイオテクノロジー関係の特許文書だ。どうやら奴はスーツの真相に何らかの偶発性ルーチを仕込んだようだ。どういうことかよくわからんが、よし、ルーズベルト道路を通ってこの実験室まで来てくれ。ここであとどれだけ持ちこたえられるかわからんから急いでくれよ。